どうも、マッシュです。皆さん先日ね、オフ会に来てくださってありがとうございます。今日はね、お正月に買った福袋のね、開封をやっていこうかなと思うんですけども、オフ会の編集をちょっと先にやってたので、福袋の動画がちょっとだけね、後になっちゃいました。そしてですね、今回買った福袋なんですけども、こちらですね、ベンチュラーっていうセレクトショップの福袋ですね。福袋っていうか、まあ、福箱ですね。もう、価格が1万円で3万円相当かなのものが入ってる、福袋なんですけども、その中でね、僕、ユースマシーンっていうブランドが好きなんですけども、そのブランドのものだけが入った1万円分の福袋になってます。はい、ということでね、早速中身見ていきましょう。はい、ということでね、開封しました。まず1個目はですね、T シャツが入ってますね。1着目がこちら。じゃじゃん。あ、ユースマシーンの T シャツですね。S サイズ。おー、しかもこれあれじゃん。ボディが新しくなる前の古い方のユースマシーンの T シャツですね。あれなんですよ。ボディが新しくなる前のやつってテロテロなんですよ。でもなんかそのテロテロ加減がちょっとなんかバンティーとかあっちのノリに近くて自分好きだったんですよね。いや、これ結構嬉しいな。これ買ったら4,000〜5,000円とかするんじゃないですかね。この時点で個人的にはね、当たりなんですけども。ちょっとどんどん行きますか。2着目がですね、これもロンティーかな？これロンティーかな？ちょっと見てみますか。2着目はこちらですね。ユースマシンのロンティーですね、これは。サイズ M サイズ。Wi-Fi のロゴみたいになってる黒のロンティーですね。これも買ったら4,000〜5,000円ぐらいするんじゃないですか。ちょっとね、元値は端っこの方にじゃあ書いときますね。もうこの2枚の時点でもう1万の元取ったような感じしますけど、一応セット内容としては T シャツ類が2枚入ってて、なんか大きいものが1個入ってるみたいな感じらしいんですけども、今んとこね、白の T シャツとロングスリーブのね、このなんか Wi-Fi 風な感じのロゴのやつ、この2個なんで、もう1個はね、多分アウターとかがね入ってるんだと思うんですけども、ちょっとね見ていきたいと思います。次がですね、ラストですね。ラストがこちらですね。ユースマシンの MA1 ですね。こんな感じ。記憶が間違ってなければ元ね15,000円ぐらいだったと思いますね。なんかボディ、ボディロスコなんだね、これ。ユースマシンの MA1 ってボディロスコなんですね。こっちの面はね、こういう風にこうピースマークっぽいのが書いてあって、オレンジ側で着ようとすると、バックプリントにね、文字だけのね、デザインが入ってますね。ちょっと着てみますか。着るとこんな感じですね。ちょっとね、下に着てるパーカーね、デカめのやつなんでね、ちょっとモコモコしちゃいますけども。あ、いいんじゃないこれ。うん。逆側できるとね、こんな感じです。後ろにはね、こういう感じでロゴが入ってます。まあ、今回開封したね、ユースマシンの福袋はね、3点入ってたんですけども、まあ、個人的に嬉しかったのは、いやでもやっぱ、多分個人的に一番嬉しかったのはこれですね。古いタイプのね、白のね、ユースマシンの T シャツね、最近あんま見なくなっちゃったんで、買いだめしときたいなと思ってたところだったんで、あ、これ結構ね、嬉しいですね。ユースマシンの T シャツってね、結構襟元がこうざっくり開いてるんで、夏場着た時にね、暑苦しくなく着れてめちゃめちゃいいんですよ。ちょろっとだけレイヤードするようにもね、使えたりするんでね。意外と便利なんですよね。多分これ夏場めっちゃ使ってると思います。はい、ということで今回は、セレクトショップの福袋を開封してみました。皆さんもね、どこどこの福袋でこんなのが入ってたよみたいなのがあればね、ぜひコメント欄で教えてください。この動画が良かったよっていう方はぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。今日紹介したアイテムの詳細なんかはインスタグラムの方にあげようと思いますので、よければそちらもご覧ください。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。